すごくいい。勉強用の BGM に試してみたらどうかなって。ありがとう。でもバイト先の先輩に教えてもらったんだ。美人で博識なお姉さん。ああ、うん、仲良しなんだ。シフトが被ることが多いからね。綾瀬さん。え、ああ、うん、ちょっと音楽に聞き惚れてただけ。ユーモラスとかの方向なんだよな。どっちにしても面白そうな人。それは保証する。ありがとう。今夜から試してみるね。おやすみ浅村くん。うん、おやすみ綾瀬さん。